今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組、今夜のゲストはたびたびご出演いただいてます高橋陽一先生、はい、先生と言いますよ私はもうとにかくメディアも小鳥脳だと官僚も小鳥脳で、みんな高橋先生にかかるとみんな小鳥脳ですから、私今日小鳥脳になりきっていろいろお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。なりきってて小鳥脳なんですけどね、今一番ホットな話題で LINE の問題ですけど、情報がその漏れてると。実は私もですね、ちょっと前にある事情があってですね、 LINE を始めたんですよ。便利だなとこう思ってたんですけど、これいかんと。いかんのですか、これは。私多分これは 6年ぐらい前に、はい、ものを書いてて、はい、その時から今回のような話になってるということを書いて、だから私はやりませんと。その理由は、うん、私の情報だけじゃなくて私の、うん、携帯の中に入ってる話っていうのは、うん、最悪の場合は全部抜かれる可能性があって、うん、そうするとですね、うん、政府の要人の方にご迷惑をかけると、うん、私は恥ずかしいからって、そういう理由で、うん、もうずっとやらないっていうことはもう6年ぐらい前から言ってます。でも先生はずっとスマホ、全部スマホでやってる。もちろんそうです。だってもうその時に規約を読んだんですよ、うん、大体このようなアプリを入れる時に、はい、事前にたくさん規約ってのがあって、でほとんどの資料までポチッと押すじゃないですか、うん、まあそうですね。だから私はそんなの考えられないから、うん、やはり全部読むんですよ、うん、全部読んだらですね、うん、それを読んだら、うん、あ、これは自分の中のスマホの情報は全部外に持って海外に持っていかれると、持っていかれても仕方がないっていうような方が書いてあったんで、だからそれはとてもじゃないけど、それをね、納得づくでね、うん、私のスマホの中の全情報をね、うん、誰かに差し出すほどの勇気はないですか、私は、うん、それではやらないっていうことです、うん、だから読まないで、みんな よく読まないで、うん、ああいうふうにポチってやるなと。特に言論界の人はね、うん、マスコミの人っていつも文章のこと言ってるんでしょ、読まないでやってるのはちょっとそれは問題でしょうね。まあでも読んでないでしょうね、多分。もうダメです、それはダメです、うん、まあ、読まなきゃダメです、この手の話は。だから、うん、今回 LINE の話に言うと、いろんな LINE を悪口、はい、悪者に仕立てたいけれど、うん、法律的な話をすると、うん、もう LINE の言い分は多分簡単で、うん、全ての利用者にご納得をいただいておりますって、うん、そういう意味で終わっちゃうんですよ、うん、接待問題なんですよ、接待、接待、まあその官僚にはですね、一応なんていうか規制がありますよね。ありますよ、それは、だからまあその接待受けちゃいけないと、まあノーパンしゃぶしゃぶのそうですをきっかけにしてできて、そうです。あの頃はそれこそ500円のなんかお茶でもいけないのかとかなんか言ってましたけど、まあこれもね、うん、要するに1998年に大蔵省スキャンダル、ノーパンしゃぶ、いわゆるノーパンしゃぶしゃぶ事件があって、はい、その後に、はい、99年だったかな、うん、いろんな処方、国家公務員倫理法典が来て、それでその一連の流れで、私も安倍政権の時に、はい、実は国家公務員法の改正で天下り禁止とかそういうのもやったんですよ、うん、それも全部一連の流れなんですよね、はい、一連の流れであったんだけど、うん、その倫理法の中では500円は大丈夫なんです、それはきちんと書いてあって、うん、だからこういうのもね、はっきり言うと法律をね、マスコミの人、法律をきちんと読んでくださいっていうのがまずあるわけ、うん、で文書なんだから、うん、読まないで、うん、もう口でいろんなことをみんな言うんですよね、うん、法律にきちんと書いてあるんだけど、うん、まあそっちに言うと5000以下は大丈夫です、うん、でそういう感じで書いてあってね、うん、そうすると5000以上はそれはアウトです、うん、それはそこは明確になってるんですよ、うん、でそれは5000以上になって誤算になるとダメだから、5000以上だったら自腹で払うってそういう形になるんです、うん、で食事は自腹、それであとでもいくら自腹でもダメなのが2種類あって、うん、これはゴルフと旅行はダメです、うん、でそれはもう法律に書いてある話、あでそれは99年に決まったんでね、うん、だからそれをゴルフダメなんですか、まあ、ゴルフダメなの、そう、うん、そう法律に書いてあるから、うん、理由を言うとなんでゴルフは自腹でもダメなんですかって言って説明はつきにくいんだけど、ただ今まその前までに接待するのの100万円以上になると実はこれは収賄って言ってね、うん、要するに賄賂罪に引っかかるんですよ、ね、で100万円って基準ははっきりしてないんだけど、うん、今まで の、まあ検察の基準だと大体100万円ぐらいなんですよね、うん、そうすると100万円の事例を見てると、うん、飲み食いでさすがに1年間100万円っていうのは結構行きにくいんですよね、うん、そうすると必ずっていうかまあゴルフと旅行と、うん、あとこれが
結構入ってるんですよ、うん、でだから要するにこれはちょっと論外としてね、あの倫理法ではゴルフと旅行は、うん、自腹で払ってもダメっていうのは書いてあるんです、うん、だからそれはそれであの一応一つの決めでね、うん、あのそういう形になったわけですよ、うん、もちろんゴルフは自腹ではいいんだろうって議論はあったんですけど、うん、でもまあ一応ダメと、うん、でそうするとそこで一応官僚の方は、うん、まあ縛りがかかってきたっていうわけですよ、うん、でその時に甘くなりっていうのもちょっと後に安倍政権の時に大事にしたんです、それはなぜかっていうとあの官僚の裁量が大きい、うん、官僚の裁量が大きいっていうとまああの業者から見ると、うん、接待と甘くなりを受けたくなるんですよ、要するに接待は現役のため、うん、天下りは帯のためって言うんで、うん、そこに便宜を図ってあげると、うん、まあ、あの裁量だから、うん、あの官僚の裁量で何ていうかおめこぶしとかね、うん、そういうのを期待しちゃうんですよ、うん、だからそれはそれであの公務員の方はやったんですけどね、うん、今回ねあの裁量の方はまだ残ってるんですよ、うん、役所によってだんだん変えた役所もあるんですけど、総務省の場合は結構変えてなくて、うん、従来のままなんですよ、うん、でその裁量があるっていうのはもう役人のさじ加減って形になるから、うん、結果的にはまた接待が続いたってことじゃないですか、うん、だからあの似たようなの話で言うと、まあ、あの似たというかね、総務省は電波っていうのがある、はい、電波あの の, あのなんていうかな許認可があって、 それであのマスコミも実は波取り記者っていうのが、うん、あの、まあね、記者クラブに配置するんですよ、まあ、それもすごいもう20年とかそうなんでベテランの人がすぐ分かるんですよね、大体もうロートルの記者を行かせてるっていうかね、そう、そういう人が、まあ、はっきり言って波取り記者っていうんで記事も書かないで、それで記者クラブにいるから年中ふらふら歩いて、うん、まあ、はっきり接待窓口ですよ、うん、接待を窓口で、私もほらあの総務省総務大臣補佐官で行ったとか、はい、なんか来ましたけどね、私は行かなかったし、うん、もうとてもじゃないけどあのそういうのとは付き合いませんでしたけどね、うん、だからあのそれは言ってみると、うん、利権が大きくて裁量があるから、うん、要するに記者というふうな形で、うん、入れて、うん、それであと接待の窓口やってるんですよね、うん、でこういうのはね似たような話っていうのは実はあの大蔵省にもあってね、はい、大蔵省では土地取り記者っていうのがいた、はい、あの要するに国有地売却を安くいただいてって、うん、今の大手新聞はほとんどそれで、うん、もうなってね、うん、土地取り記者がいてね、私はちょっとその時代知らないんだけど、うん、土地取り記者っていうのがいて、まあ、あの結構うまくやってて、その時は国有地は割り当てって言ってね、うん、あの要するに随意契約っていうんだけど、まあ、価格ははっきり言うとまあ適当に決められるんですよ、うん、で今はでもねもうみんな入札になっちゃった、あ、入札になっちゃうと実は機械的だから、うん、役人の裁量権はもうないんですよ、うん、その意味ではもうね土地の関係の土地取り記者はいないんですよ、うんうん、でも朝日新聞とか、まあ、読売新聞もそうです、産経もそうですけど、みんな昔ねそういう払い下げの土地ですよ ね、 そうそう、停電譲渡ね、うん、だからそんな停電譲渡を受けてるねあの新聞社がね、うん、もうよくねあの森友事件でね、あんな話をするなと思って私は笑ってたんだけど、だから森友も入札にすればよかったって、今あの時の不動産であのひいひい言いながら成り立ってるわけですからね、そう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 、でもそれは入札で形になってきて、うん、だからはっきり言えば森友のやつも入札してれば問題なかったって話なんだけど、うん、まあまあ うん、そんなの全然言わないでああいうこと言うでしょ、うんうん、でもあのいろんな普通の取引はみんな入札になってるから、その意味ではもう土地取引者っていないんですよ、うん、でそれと似たようなことを考えると、うん、あの総務省も入札っていう形で電波の周波数を考えれば、うん、実はものすごく機械的になって、うん、実は波取引者で開催するようになくなるんですよ ね、うん、まあ、そうね、だからこれが実は総務省官僚の裁量をなくす最善の手段だと、うん、で、このオークションというのは世界中みんなやってるんです、うん、だから私が総務省に行った時はまだね、うん、やってない国が結構あったから、うん、だからやってない国があるんですよってもうすごく私言われた、私なんかこういう感じで言ったからね、もうみんなオークションやるんじゃないかってね、竹中大臣が来て高橋も来てね、やるんじゃないかって猛烈に言われ、もうねやんなやんなって言われたんだけどね、でもその時は、うん、やんなやんなって誰に言われたんですか、えやんなやんなテレビ局に決まってんじゃないですか、まあうですね、もうこれやっちゃったらね、うん、今の電波利用料がね、うん、もう NHK20 億円で普通の民放だと4億円でしょ、うん、こんなの一桁以上上がんの決まってんだから、うん、そうしたらもうバレるから、そうね、そのねやるなやるなっていうのものすごくもう
もう影に日向にもすごくプレッシャーを受けましたよ。あの菅さんの息子さんの件はどうですか。で今文春はもう盛んにやってるわけですけど、法律違反も何にも出ないですよ。あのあれ100万円超えないと、うん、あの収賄の方にならないですからね、うん、あの公務員の方は5000以上で、うん、国家あの倫理法それで100万円になると収賄になるんですけどね、うん、送る方は実はそういう規定がないから、うん、あのまああれ100万いかないですか。あんな、うん、あのだいたいオープンスペースのね、小部屋じゃないしね、あんなとてもじゃいかないですよ、うん、まあまあ、そうすると、うん、あのもう何も出てこないですよ。だからあとは倫理上の話とかね、うん、あの社会的な、うん、あの制裁っていうのを目指してやるだけなんで、でも、うん、もうあの東北新社の方も処分しちゃってるから、うん、もうこれ以上はなかなか難しいと思いますよ、うん、そうするとその文春のスクープは何か意味があったのかと、うん、いや公務員はだから倫理法のあれだけは聞いた、そこだけは当たったってことじゃないですか、うん、それ以外はかすりもしなかったかもしれないですね。で東北新社っていうか菅さん親子は、うんうん、ひでめにあったと、うん、こういう話ですか、うん、そうだそうでしょうね、うん、あのまあこんだけ話題になっちゃってなかなか反論もしにくいですよね。あの今高橋さんが言ったようなことが、うん、その菅さんが言えればいいですけど言えませんよね、なかなか立場では。でもこんなのはだから大した話じゃなくて刑事罰もなければ、うんうん、まあちょっと追っとけばもう終わりって話になっちゃいますよ。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。花田和之です。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、そのしかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書公開したらいいじゃないの全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。